日本、大丈夫か日本の人口がやばいんです。2022年の出生数初の80万人割れ、想定よりも11年も早かったと、現在日本の人口の約30%がもう65歳以上らしいです。青色が生まれた数ですね。水色がお亡くなりになられた数。これ2013年からのデータですけれども、ずっとお亡くなりの数の方が生まれている数よりも多いんです。そして最新のデータでは去年1年はお亡くなりの数がほぼ生まれている数の2 2倍というところまで来てるんです岸田総理日本が社会的機能を維持できなくなる瀬戸際にあるとおっしゃってるんです少子化は日本だけが問題ではないです東アジアの他の地域でも同じように起こっているんです特に韓国が深刻2022年の新生児数が4.4%減の24万9 0人になったと発表中国もヤバいです1月に発表された公式の数字では出生数が10%近く減少して956万人になったことが明らかになったんです 一般に出生数の減少は将来の労働力や納税者の不足を招き、経済と財政の両方に打撃を与えるんです。ちなみに今出てきた3カ国、子育ての費用が世界で見ても一番かかるらしいです。もちろんお金だけが問題ではないと思いますけれども、これもちょっと興味深いデータ。コストは高いのに一方で平均年収は1990年代後半からほとんど日本は上昇していないんです。OECD 平均がほぼ5万ドルであるのに対し、日本は約3万9000ドル、過去5年、 年年の平均年収日本はこんな感じ2021年は443万円。また、男女でも大きな開きがあります。男性は平均で545万円。女性は302万円とかなり厳しい。そもそも人口動態が逆ピラミッドになると何がいけないのか。まずはデフレ圧力が生じるんです。デフレは老人に優しく、若者にきついです。次に、リタイアした世代を支えないといけないので、税負担が重くなります。主にそれを負担するのは、ここでも若者なんです。そして、限られた 社会福祉予算をどう配分するかという問題になるので例えばシングルマザーへの支援は後回しになるとか起こりうるんですしみったれた世知辛い社会が待ち受けているわけですでも我々の将来を日本という国の将来と重ね合わせて考えることはやめてくださいあなたが日本にとどまっている必要はどこにもないんです今の時代世界に打って出ることは簡単にできるんですそしてもちろん資産形成に関しては年金なんか期待していてはダメです自分で毎年金でしっかりと老後にその えるるる必必要があると思いいまますすす来年かからででねも拡拡充充ささされれのでイデコそののそ次にこの拡充される必ずやってくださいちなみにこちらも広瀬氏から学んだんですけれども、例えばアメリカの場合、人口の減少は起きないと予想されています。オーストラリアやカナダも OK。欧州を見ると、例えばドイツとかは人口が減少する見込み。でも日本ほどのひどさではないということです。そしてちょうど昨日発表された雇用に関する調査では、人手不足感が一段と強まっているということ。まあそりゃ そうですよね日本の人口全体が減少しているということは労働力人口右肩下がりというのは当たり前です特に中小企業の非製造業では過去最も大きい数字まあ、つまり人手不足がやばいということ <music>